すけさん、ゆきかぜさん、ありがとうございます。おはよう。はい。わあ、10月だ。にゃー、 MK さん、ありがとう。あきらさん、めっちゃかわいい。 Thank you。すごい、はっはっハロウィン。よく寝れた。でも怖くてあんまり眠れなかった。天使の犬さん、ありがとう。うんまやねえ、聞いて。なんかさ、あのゲームも消費税上がったよね。パオシさん、ありがとう。中野さん、ありがとう。主権理さん、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。あきらさん、なおさん、ありがとう。もう増税前に課金しとけばよかったって、めっちゃ後悔し、モバメも上がりました。うん、じゃあ今までより 2% 増しでいいメール2000に入っけ。しゅんさん、ありがとう。チュライよ、私は。ヤマさん、ありがとう。今何時？今はね、ね、多分ね、6時半ぐらい。はよう。いや、そちら、こちらももう10月ですよ。みすけさん、あもずさん、ゆきかぜさん、ありがとう。全然なんだっけ、味さぼけない。現地時間を言ったら場所分かりそうだけど大丈夫だ。別に言っちゃダメって言われてないんですよね、場所。だからいい気もするけれども、わからん。ゆきかぜさん、パオシさん、ありがとお一人様じゃない、お三人様。学校ちゃんと行きなよ。アイルトン佐藤さん、クマ、ありがとうございます。クマ、時計めっちゃお気に。時計は日本時間にしてるから、メールとか2時間前に、あ違うわ、そう、遅れなくなるから、いつもは10時に遅れなくなるけど、10時以降遅れなくなるけど、こっちにいるからもう8時で遅れなくなったり、ショールームも12時までだけど、こっちだと10時までだから、日本時間に合わせるので、時計はね、
結構大切なんですよ。そう。気づけばメールが終わってるっていうこととかあったりするかもしれないから、現地時間用にもう一個、いやよ、携帯現地じゃけん大丈夫。M 健さんありがとう。なんかいつまでいるとは、いつまででしたっけ。今日は5時起きよ。そう、これから行ってきますお仕事に。だからもうメイクしてるんですけど、こっちの方が長いよね。こっちよりほらすっきりしてるけど、こっちの方が長い。現地で買ったお洋服、違う、ジャパンで買いましたよ。だよ。このホテルね、めちゃめちゃ広いのにさ、あの枕元にコンセントのエバティーンのやつだった。カナピミ、イエスイエス。日本が増税したから海外でいろいろ買う。あ、そっか、日本だけなんか増税したのって。試験マシンさんありがとう。じゃあ海外で課金したら海外のやつじゃな、ならない。海外で、海外割とかないかな。カナピー、ぐすんぐすん、もう悲しいよ。結構しようとしてたのに。大学の授業行ってらっしゃい、頑張って。気にするほどハマってるゲームあるの？あるよ。アカウントが海外ならいいけど。あ、そうなんや。いや、あったかい、めっためった。どこにいても空の色は同じ景色って考えたら離れてる気がしなくない？でも昨日雷鳴ってたよ。達也さん、雪風さんありがとう。マリカは私は飛んでやってないよ、まだ2ステージしかしてない。おはよう。リズムゲーム苦手。甘すぎたようだ、レモンパイ。すごい読めない。黒、
黒恋ラムさん、ありがとう。ダダダダムダさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。かわいい。なおやさん、めっちゃかわいい、ありがとう。口がないな、そんなに色が。朝よー、とっても朝よー、今。体調悪くしてない、わかんない、してるかもしれん。アモズさん、坪井ゆうすけさん、台湾のシェンさん、 Thank you。 三日月の夜の真ん中、あーいいか。シャンプーは違う。イコラブ、あーイコラブさんね、イコラブさんでしょ。すごっ、フライト怖くなかった。え、なんか日本の間を飛び回るより怖くなかった。いちご大福さん、ありがとう。ひこりさん、くま、 Thank you。 機内食そんなに食べれてないんですよね。なんか乗る前にお寿司食べちゃって。大地さん、きこりさん、 Thank you。星投げた、 Thank you。 最近チークが薄いんですよ。 M ケンさん、ありがとう。どう？お土産メンバーに買う予定あるよ。朝からお寿司な、違うよ、あの乗る前の話よ。増税前になんか買ったの、いっぱい買った。これも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 増税前に。大地さん、ありがとう。ヘルさん、ありがとう。うん、2% は大きいよ。ちりつもの世の中ですからね。増税前にビューティーが出た、おー、Thank you。インスタやってません。一人部屋寂しかった、怖かった、広くて。地に影響されてメガネ欲しくなってる。ほんと？私は黒縁メガネの人が好きです。黒縁メガネってかっこよくない？なんか白シャツも好き。広いお部屋にテンション上がってた頃が懐かしい。いや、テンションは上がっとるよ、ずっと。でも怖いのは怖いじゃん、
最近ホラーゲームしよったけどできんかったもん、怖くて。ちょっとクリさんありがとう。わあ綺麗。永遠のヒデポンさんありがとう。銀縁すごいね、おしゃれさんやね。やばい、終わらなきゃ。キコリさん、達也さんありがとう。行かなきゃ。キコリさん、キカジさん、天気。みんなちゃんとポケット Wi-Fi 使ってる？うん、心配しないで大丈夫だよ。ポケット Wi-Fi 使ってるし、今はホテルの Wi-Fi を使ってる。大丈夫大丈夫大丈夫。またメールするからね。離れてるけどメールするからね。いきます。13位ギルスさん、12位ソウさん、11位永遠のヒデポンさん、10位ムートンさん、9位ユキカゼさん、8位マモルンさん、7位ツボユウスケさん、6位ダイチさん、5位キコリさん、4位アキラさん、3位アモズさん、2位ゲンキさん、1位ダダダダムノさん、そしてリッキーナンバー22位はドゥルル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 ジャン M ケンさん。 M ケンさんはおーおーサンボー、ありがとうございます。はい、それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー、おーおー、まだねー、みちもファイト、ファイトります。フォーフォーフォー、楽しみだって。またね、また夜ね、お会いしましょうね。バイバーイ、頑張って、バイバーイ。